皆さんこんばんは。3人と3匹のシンプルライフの幸丸です。娘の寝かしつけも終わり、静かな夜がやってきました。私はズボラでめんどくさがりですが、すっきりと暮らしたいのです。心に余裕がある日の夜にひっそりと捨て活をしてリセットしています。夜の捨て活ですが、気をつけている点があります。まず一つ目、欲張らない。時間には限りがあります。心の余裕にも限りがあります。このボックスだけ、この収納棚だけ、キッチンだけと自分の余裕が持てるだけの大きさだけ見直すことにしています。片付け途中に気持ちが落ちてしまった時は、ここまではすっきりできたからいいんだと自分を肯定しながら、捨て活を終了するようにしています。こちらの引き出しにはあってもなくても変わらない収納ボックスが入っていました。それを取り除く、これができただけでも十分捨て活だと思います。2つ目は深追いしない。必要なのか不要なのか迷った時、考えを深追いせず見なかったことにするようにしています。悶々とした考えを寝る時まで引きずってしまうからです。ダメだ、わからないと思ったらすぐに見切るようにしています。3つ目は、夜は思考が低下する。1日頑張った後です。心に余裕があるとはいえ、思考、決断力が低下しているので、必要なものまで捨ててしまう可能性があります。また自分にとっては不要と思っていても、家族が必要としている場合もありますね。このガスコンロ、数年使っていないので私は手放したいのですが、主人が何かあった時にと話していたので保管してあります。調味料の引き出しには好きでよく作っていたカレー用のスパイスがありましたが、娘には刺激の強いものなので使用できません。しばらくはスパイスカレーはお預け、こちらも手放します。日中に行う捨て活は何かに追われているような気持ちになるのですが、夜の捨て活、欲張らない、深追いしない、思考の低下を自覚する、この3つを気をつけながらすることで、家を見つめ直すだけではなく、自分を見つめ直すような時間になり、私にとって大切な時間になりました。今回は購入していたのに手放すのを忘れてしまっていたもの、ライフスタイルが変わり使えなくなってしまったもの、使いにくいもの、色が気になるもの、壊れているもの、何かの付属品、これらを手放します。ただ一つ不安が、鍋は使っているんだけどと言われそうな気がしたので保留にしました。家族で気持ちよく過ごすためには必要なことですね。夜も更けてきました。今日はこの辺で捨て活は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。